多くのコンサートが開かれる、リューベック大聖堂、ザルツァウ上音楽祭での、ピクニックシュレース・ビヒホルシュタイン音楽祭は、ドイツのシュレース・ビヒホルシュタイン州で、毎年7月から8月にかけて開かれる、クラシック音楽の音楽祭。1986年、ピアニストのユストゥス・フランツラによって創設された。ユストゥス・フランツは9年間音楽監督を務め、その後には、 クリストフ・エッシェンバッハも音楽監督を務めたことがある。音楽祭は、リューベック、キール、フレンスブルクなどの都市や、周辺の農村など、シュレースビヒホルシュタイン州の各地で行われる。演奏会場の名や、教会、城、公園、造船所など多岐にわたる。1996年より、毎年テーマが設定されるようになった。 また1990年により優れた現代音楽、作曲家に対して贈られるパウル・ヒンデ・ミット賞が設けられた。ジャズに関しては1991年からジャズ・バルティカという音楽祭が開かれていたが、2002年にシュレース・ビヒホル・シュタイン音楽祭の一部になった。音楽祭には、オーケストラ・アカデミー、合唱・アカデミー、マスター・クラスの三大教育機関がある。 オーケストラアカデミーは1987年にレナード・バーンスタインによって創設され、世界中から100人近くの若い演奏家がオーディションで選ばれる。マイナツ・ザルツァウ州立文化センターを会場に国際的な指揮者が招かれる。常任指揮者はクリストフ・エッシェンバッハ。合唱アカデミーは2002年に創設され、リューベックのトラフェミュンで地区を会場としている。 マスタークラスは、リューベック音楽大学を会場に、世界中の演奏家や歌手を講師にして開かれる。ありがとうございます。